今、6時50分ですね。もう岡山城はライトアップされました。ちょっと下の方が、森で隠れてますが、ライトアップされました。そしてこちらに、三日月がこういう形でね、輝いてますね。そして今、縁竹縄というか、これだけの人が集まっています。ああ、いろんなものがついた。それで後楽園の場合も、そのこの辺りに現場にライトアップされてますし、この真ん中の池もね、ライトアップされますね。あ、それからそうだ、ここも綺麗にライトアップされてますね。綺麗ですね。あ、ライトアップされてるよ、これね。あれはされてる。そして、芝生にはほぼいっぱいのこれだけの人ですね。これ持って帰る。こちらに飲食店になりますよ。これいいね。日本一の名園でこうやって、家族でゆっくり楽しめる、ハッピーアワーを過ごせるっていうのは、これはもう、最高の幸せですね。ハッピーアワー、ハッピータイム。そしてこちらの方では、いろんな音楽のイベントが今ここで集まってます。今シーズンがありました。しっかり夕方に積もりました。こちらに、ライトアップした、ありがとうございます。なんかなるしな、これライトアップしてますね。しゅんちゃんにばったり会ってた。しゅんちゃん、こんにちは。どうもどうも、お久しぶりで。これでいや、素晴らしいね。ライトアップして素晴らしいね。これちょっとあれが、全部ライトアップして素晴らしい感じですからね。皆さんもうこの公園もいっぱいになっていますね。そしてこちらの方で一応コンサートに向かっています。そして上に3000と岡山城が輝いています。ここに、土田植えのところがありまして、これをの収穫を、天皇に献上するというところですね。今もう、7時を回ってすっかり暗闇になりましたが、こちらからの光景が素晴らしいね。こちらの方では一応、飲食をやってまして、この正面のライトアップした、岡山城が非常に綺麗に映ってますね。あー綺麗だね。これに、ね、三日月がちゃんとこうやって映ってるしね。そしてこの月明かりにね、月明かりじゃなくてライトアップされてる。はい、こっちで光に当たれば、光に当たれば来るよ。光に入れば来るよ。光に当たれば、あ、こっち見て、光に当たれば入るよ。マサイさんは遠いね。心配しとったんで、もう役立つことになったのかな。いいえ、いいえ、お元気ですよ。池の声ですね。池の声がライトアップでこんなに綺麗に描いてますね。そしてこの、池の正面に、上にここに山城がありますね。そしてこちらの光は池だ。